皆さんこんにちは。拙国っても有名な演歌歌手でおなじみの吉井久蔵さん、被害女性から吉井久蔵への実名告発、問題議員の裏の顔や数々の悪評がヤバすぎるについて紹介します。まずは吉井久蔵さんの経歴とプロフィールから紹介します。吉井久蔵は日本の歌手、シンガーソングライター、俳優。1952年11月11日民謡歌手の父鎌田稲市、比内地、母セルの9人兄弟の末っ子として青森県で生まれる。地元の中学校を卒業後、父親の反対を押し切って歌手になるために上京し、米山正夫に師事する。1973年3月1日にヤンマーディーゼル、現ヤンマーホールディングスのロータリーヤンマー船外機コマーシャルソング「恋人は君一人」を山岡英二の芸名で発売し、歌手デビュー。芸名の山岡英二はヤンマー社長の名字、山岡とエンジン英二をつなげたものである。キャッチフレーズは「男なら決めよう」。アイドル歌手として売り出したが成功しなかった。1977年11月25日吉井久蔵と改名しフォークソング路線に移る。自作の再デビュー曲「俺は絶対」「プレスリー」がヒット。これを機に映画化される。その後は低迷期を経てコミックソングや演歌へと楽曲の方向性を探る。その頃歌手の千正夫と出会う。1984年3月25日に発売された千正夫への提供曲「津軽平野」がヒット。作曲家としての吉の才能が注目される中、同年11月25日には千のプロデュースで発売された「俺ら東京最愚だ」が大ヒット。その後は歌手と並行して俳優としてもドラマに出演。1986年2月25日シングル「拙国」を発売。プロデューサーの千から「お前はコミックソングで世間に認知されているのだから今更正統派の演歌なんか売れるわけない」と大反対を押し切っての発売であったが、その年の「紅白歌合戦」への出場を経て同シングルは初のオリコン1位を獲得。以後本格的な演歌歌手へ路線変更し、1988年の「酒よ」や1990年の「追加」など多数の曲をヒットさせる。2021年4月23日「バイオハザードビレッジ」の公式イメージソングとして「俺ら東京最愚だ」のアレンジ版となる「俺らこんな村嫌だ LV100」が YouTube にて公開。歌手の吉井久蔵71歳から「態度が非常に横柄な国会議員」として YouTube で名前を公表された自民党の長谷川学参議院議員53が21日ブログを更新。本日は航空政策及び飛行機の遅延についての考え方を述べたいと思います、と題して長文を掲載した。19日に投稿された YouTube で吉は、以前に話した態度の非常に横柄な国会議員がいるという話でございますが、今日申し訳ございませんがお名前だけ言わせていただきますと宣言。そして現役 CA を名乗る匿名の人物から届いた手紙を紹介。手紙には高圧的な振る舞いの内容とともに長谷川議員の名前が記されていたことで SNS 上で話題になっていた。遡ること昨年5月吉は YouTube にアップした動画で、飛行機の中に言葉遣いが乱暴で横柄な態度をとる国会議員がいたと発言。当時議員の名前を明かさなかった吉だったが、今年2月「フラッシュ」のインタビューで議員のイニシャルを告白。そして3月19日 YouTube にアップした動画で議員の実名を公表することに決めたと語った。議員の実名は吉のもとに届いたという現役 CA からの手紙によって明かされることとなり、そこにはこう綴られていた。吉様が YouTube 内でおっしゃっていらした、態度が横柄な政治家の方は長谷川学さんでしょうか。実は私も実際に長谷川さんがご登場の便を数回担当したことがあります。会社から事前に注意点が何項目も知らされ、仕事の前からナーバスになっております。その内容が自分勝手でわがままなものなのです。例えば枕は2つ用意する、到着が遅れる時は早めにお知らせするなど多岐にわたります。本来であれば会社にしっかりと対応してほしいところですが、全て現場の私たち乗務員に押し付けられ対応に苦慮しております。横柄な態度を取る議員とは、北海道選挙区から選出された自民党の長谷川学参院議員53だというのだ。
さらに手紙によると長谷川議員は非常に高圧的な言い方で、特に到着が遅れることに関しては鬼の首を取ったような言い方でクレームを入れてくるという。そして手紙を紹介した後、基地は長谷川議員に対して、年いったら人との接し方をちゃんとしなきゃ恥ずかしいよと苦言を呈した。そんな中、当の長谷川議員も反応を見せた。21日正午過ぎにブログを更新し、本日は航空政策及び飛行機の遅延についての考え方を述べたいと思いますと切り出すと、私は航空会社の対応について、機内で発言をする際3つの原則に従います。1つ目は正確な情報を伝えているか、2つ目は不都合な情報をしっかりと開示しているか、3つ目は正しい見立てを立てた情報発信となっているかの3点ですと説明した。機内での発言について自身のエピソードを交えながら持論を展開した長谷川議員。例えば、飛行機の出発が大幅に遅れたことに対し発言した時には、次のような状況があったとした。ある時搭乗した飛行機の出発が大幅に遅れていました。出発時間を遠に過ぎてから管制の指示によって出発許可を待っているため遅れが生じているとの機内アナウンスが入りましたが、外を見て驚きました。まだ航空会社は機内への貨物の搬入作業の途中であり、相当な貨物が残っている状況でした。遅延の原因は管制の指示ではなく、また出発許可以前の話であり、航空事業者の準備が遅れているために出発が遅れている状況が一目瞭然でした。これを航空当局の責任にすり替え、そしてそれを情報として流すことは許されるものではありません。そのことについてその場で発言をさせていただきました。またある時大幅な出発遅延が生じた際には、機内で出発を待っている時にアナウンスがかかり、出発準備に時間が生じているとのことでありましたが、実態は違いました。搭乗手続きのミスで搭乗券と機内の搭乗者数に大幅な差異が生まれ、その確認業務に多くの時間を要しておりましたと、アナウンスと実情が異なっていたと回想。すべてを開示できないまでも、搭乗名簿と搭乗者数が異なった状況であり、本来ならばその確認に時間がかかっていることが航空会社の開示するべき情報であり、その場で発言をさせていただきましたと、その際に発言をした意図を明かした。また出発が大幅に遅れた際にアナウンスが入ったというが、アナウンスで説明された遅延時間が実態と違ったこともあったという。10分ほど遅延をするとのことで、乗客の方お一人が突如飛行機を降りることとなったことが原因でありました。しかしその方の荷物を貨物室から取り出し、そしてさらには離陸許可を得るには50分以上の時間がかかるはずです。実際は60分近くの遅延となりました。本来地上業務と客室と貨物室とが十分な連絡を取っていれば、1時間近く遅延が見込まれる時間を乗客に伝えることができたはずであります。正しい見立てを伝えていただければ、携帯電話が使用できる段階で乗客の皆さんも到着後の予定変更など対応できたのではないかと思います。その場で発言をさせていただきました。そして私自身も航空行政に関わる以上、民間の事業者の皆さんの努力に合わせて空港側、行政側の努力も最大限求めていくことに変わりはありませんなどと綴った。一方、昨年秋にお会いした記憶に残る客室乗務員の方のご対応について申し上げますとした上で、着陸寸前の飛行機が暴風雨に見舞われた際、客室乗務員のチーフが、揺れはありますが機内に影響はないのでご安心くださいとアナウンスしたことや、そのチーフが操縦室と連絡を取って飛行状況と着陸に関する見立てを乗客に伝えるよう指示したというエピソードを紹介。そしてまさに客室乗務員の方が乗客の安全の責任者となり、安心と安全を確保していただいた瞬間でありましたと振り返った。今後も原則に基づいて航空行政について発言してまいりたいと考えますと結んだ長谷川議員。2400字にわたって説明したが、基地や CA が横柄な態度を告発したことについて一度も触れることはなかった。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。